どうもアガポニです。今回はリムグレイブエリアにいる NPC バレーのイベントの進め方についてです。関連して大量にルーン化石ができるモグイン王朝へ序盤から行く方法についても解説していこうと思います。ただ進行状況によってね、 NPC の反応や出現場所に違いが出てくるゲームなので、その点はあらかじめご了承いただければと思います。それでは早速いきましょう。はい、では説明していきますが、バレーはスタート時点付近の祝福、導きの始まりの近くにいます。この人ですね。ゲームが始まってすぐに話した時点では祝福や次に目指すべき場所なんかの情報を教えてくれるといった感じになってます。で、各地を巡ってストーリーを進めていって、ストーリー上の2人目のボス、ゴードリックを倒します。その後にもう一度バレーのところに行って話しかけると、円卓で2本指に合うように言われるので、円卓の大祝福まで移動します。で、円卓内のこの2本指とおばあちゃんがいる部屋に入ると、まあ多分ですね、部屋に入ればそれで条件を満たしていることになると思うんですが、まあ念のためね、おばあちゃんと会話して奥にあるこの2本指にも触れておきます。で、もう一度バレーに会いに行くと、いなくなっていて、リエニエのバラ教会まで来てほしいというメッセージが残されています。なので今度はバラ教会まで移動すると。バラ教会は祝福、湖の落下遺跡から西側のここですね。ここにいるので会話して、選択肢は違和感があったを選択ですね。その後もう一度話をすると、ただれた血指というアイテムをもらえます。で、このただれた血指はインターネット通信を使って別プレイヤーの世界に侵入して対戦ができるというアイテムになってます。で、バレーのイベントを進めていくにはこのアイテムを3回使う必要があるんですね。使い方はメニューマルチプレイからこのただれた血指を使うだけになってます。ちなみに通信プレイになるので、プレイステーションプラスには加入しておく必要があります。なのでこのバレーイベントに関してはオフラインプレイでは完結できないということになりますね。で、マッチングはアイテムを使った場所で始まるので、うまくマッチングしない場合は場所を変えるのがいいかと思います。マッチングしやすい場所としては、一番最初の導きの始まり付近が人が多いので、この辺りがおすすめですね。あくまでね、必要な条件は侵入3回の実行なので、相手に勝つ必要はないです。で、3回の侵入が終わったらもう一度バレーと会話をして騎士になるを選択ですね。すると血の君主の聖符というアイテムがもらえます。で、今度はこの聖符を血で染める必要があるんですが、どうするかというと、まずは死傷楼という場所に移動します。マップで言うとここですね。で、まずはこの祝福の近くにある宝箱から魔石剣の鍵を手に入れます。この後はこの後ろの方にある石碑まで移動していきます。この石碑がね、王を待つ断崖という名前がついているんですが、この場所のインプ像に今取った鍵を使います。ちなみにですね、この鍵は死傷楼の他の場所でも使えてしまうので、必ずねこの王を待つ断崖の場所で使う点は注意ですね。すると転送装置が起動するので、これを使って別の場所に移動します。で、移動した先はいきなりボス部屋が目の前にある場所なんですが、ここで出てくるのはゲーム開始直後に出てきた継ぎ木の貴公子がいる場所になってます。このボスはですね、中距離攻撃やダウンが取れる戦技なんかを使っていくことで比較的楽に勝てるかと思います。倒したら奥に進んでいくと、プレイヤーが一番最初にいた部屋にたどり着くので、ここにいる巫女の遺体でさっきもらった聖符を使って染めていきます。これね、この場所に来なくても生きている他の巫女を倒すことでも染めることはできるんですが、そのルートをたどってしまうとその NPC のイベントが発生しなくなったりしてくるので、この方法を取るのがおすすめになってます。そしたらもう一度バレのところに戻って会話をすると、今度は血の指というアイテムがもらえます。これはね、さっき使ったただれた血指と効果は同じで、他プレイヤーと対戦ができるマルチプレイ用のアイテムですね。違いはただれた血指と違って何度でも使えるものになってます。で、もう一回会話をすると、純血騎士褒章というアイテムがもらえます。で、これをアイテムとして使うとですね、別の場所まで移動できまして、
モーグイン王朝という場所に来れます。この後はね、上の方にどんどん移動していきます。途中の洞窟が暗くて厄介なので、上までのルートを載せておきます。ここに祝福王朝廟中腹があります。で、この祝福を解放したら洞窟にもう一度戻って、ここですね、ここにバレエの世界へ侵入できるサインがあるので侵入していきます。すると敵対 NPC としてバレエが出てくるので倒していくと。倒した後自分の世界に戻ってくるとバレエが倒れているので2回話しかけます。で、力尽きた後にバレエの花束という武器とただれた治癒美6個が手に入りますね。ここまででバレエイベントは終了となります。最後にね、このモーグイン王朝は屈指のルーン稼ぎ場があるエリアになっているので、その場所までのルートも紹介しておきます。純血騎士報酬を使って来れる場所からスタートしまして、さっきとは反対方面の木がある方に移動していきます。で、この坂がね、稼ぎ場になっているんですが、上まで行くと祝福があるので、ここを開放しておくと便利ですね。で、ここにいる敵がね、1体2000ルーン近くもらえるので、数分で4万程度稼げる場所になってます。この場所は通常ストーリー後半に行ける性別節減経由で来れる場所になっているんですが、今回のねバレエイベントで手に入る純血騎士報酬を使うことでゲーム序盤からでも来れるようになるというものになってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。